一つ、大乗大臣、頼忠、蓮儀公。五十七、鴨毛でに、関白の意義を示す慣例と、当有倹約。このおとどは、おののみや、さねよりのおとどの次郎なり、御母、時平のおとどの御娘、厚との少将の御同じ腹なり。 暗いにて十九年関白にて九年この書を極めさせたまえる人ぞかし三条よりは北西の東院より品がしに住し石川三条殿と申すこの音どいみじきことどもしおきたまえる人なりかもでにけび石車の尻にぐすることまた 馬の上の随人、僧によたり津川しむることも、この殿の死いでたまえり。いにしえは、ものの不死の限り、一人ずつありて、不祥はなくてはべりしなり。一の人、おわすなど、見うることはべらざりけり、必ずかくはべるなりけることなりかし、あまりよろず、したためあまりたまいて、 殿のうちに、酔いに灯したる油を、またの勤めて、侍に油めを持たせて、女房のつぼねまでめぐりて、残りたるを返し入れて、また、今日の油に加えて、灯させたまいけり。あまりに、うたてあることなりや。一条院らいにつかせたまいしかば、よそびとにて、関白のかせたまいにき。 ただ大きい大井殿と申して四条の宮にこそは一つに住ませ玉石か。それにこの先の措置殿は時の一の人の御孫にて絵も言わず花屋に玉石に六条殿の御御婿にておわせしかば常に西の遠いん上りにありきたもうをこと人ならばこと方より よきてもおわすべきよ。おおきさき、大乗大人のおわします前を、馬にて渡りたも。おきおき大井のいと、安からずおぼせども、いかがはせさせたまわん。なお、いかようにてかと、ゆかしくおぼして、注文の北のうのレンジより、のぞかせたまえば。いみじゅうはやる馬にて、おんひも、おしのけて、 蔵式二三十人ばかりに先糸高くおわせて、内見入れつつ馬の手綱控えて扇高く使いて通りたもうを、あさましくおぼせどなかなかなることなればこと多くものたまわで、ただ情け投なげなるおのこにこそありけれ、とばかりぞ申したまいける。非常のことなりや、 猿はそちの中納言殿の上の六条殿の姫君は母は三条殿の御娘におわすれば御孫ぞかしされば人よりは参りつかまつりだにこそしたもうべかりしかこのよりただの音ど一の人にておわしまししかど御の能しにてうちに参りたもうことはべらざりき そうせさせたもうべきことあるおりは、宝庫にてぞ参りたもう。さて、天井にさぶらわせたもう。年中行事の未掃除のもとにて、去るべき敷地黒土などしてぞ、そうせさせたまい、受けたまわりたまいける。また、あるおりは、鬼の間に帝、出しめたまいて、召しやるおりぞ参りたまいし。 関白したまえど、よその人におわしましければにや。